いらっしゃいませー。それじゃあ、ゲーム動画始まるよ。この RTA には左印の要素が何まら含まれております。ご注意ください。まず、今回のレギュレーションについて簡単に説明させていただきます。今回はエンディング条件である11つのフラグを立てることをもって 100% とします。よって昆虫採集コンプとかは、やりません。キプレイお兄さん許して。許して、お兄さん。というわけで、の夏休み RTA 始まるよ。最初から始めるを押した瞬間にタイマースタートです。ひでくんはお母さんが臨月なので、夏休みの8月1日から31日までをおばさんの家で過ごすことになりました。ちょっと預けすぎてんよ。まあええわ。おば一家とはほぼ初対面なので自己紹介してもらっているところです。父の妹であるおばと、脱サラして陶芸家になった旦那、中学生の萌ちゃんと小学生の調べちゃんの4人家族です。ゲーム本営もイベントも、ほぼすべてこのようなバイオハザード式で進みます。この相手に今更このゲームのことを解説しなくても良いかと思いますが、2000年に発売されたシリーズ第1作目です。17年前。嘘やろ。プレイステーションで発売の今作ですが、プレイ環境はプレステ2実機です。それから堀の連射コントローラーを使用しています。会話送り連打はしんどいからね。しょうがないね。だらしないな。指2本ぐらいで何ヒーヒー言ってんだよ。お、ようやく自己紹介が終わったみたいですね。ムービーはスタートボタンで。キャンセルだ。居候なのに一部屋もらえるそうです。ヤチャージー。お夕飯まで時間を潰さなければならないそうです。このゲームでは基本的にマップが切り替わるごとに時間が経過します。つまり2つのマップを行ったり来たりすれば早く時間が経つということになります。今日はできることもないので行ったり来たりで時間を潰します。まるで僕の夏休みみたいだ。今おじさんから夏休みの自由研究のネタをもらう約束をしました。この会話の後でないと夕飯が食べられないのでまず開花に降りてきます。ロード時間が一定でなく、ボタンの受付時間もまちまちであるためにガバが出ています。決して私のせいではありません。アドベンチャーゲームらしくチャートの組み方次第でタイムが大きく変わってくるので、多少の操作ミスはね。食べたら即寝ます。牛だ。ごぼう。階段を上がるとボタンを押し直さなければダッシュが効かないので注意を要します。おじがくれた昆虫採集セットがありますが、そんなもん虫だ虫。大事なのは絵日記です。ひでくんは豆なのでその日の絵日記を書いてからでしか寝られません。
クソザコ視聴者殿のように始業式の前の日に焦って書くような真似はしません。こうしてあの夏休みの最初の一日が終わったのだ。おい弾丸この野郎。これで初日は終わりです。2日目から朝顔の水やりかかりを言い渡されます。田舎じゃ子供は労働力だからね。逆に言えば2日目にやることは水やりしかありません。残りの時間、通常は虫取りなどをして潰さなければなりません。ですがこれは RTA、やることがない日はあるバグを使って就寝してしまいます。さて、この朝顔の水やりですが、エンディング条件の一つに関わってきます。詳しくはまた後ほど解説しますが、基本的には毎朝水をまく必要があります。このガバは言い逃れできませんね。夕飯前に日記帳を開くと一見就寝できないようになっていますが、戻るボタンで上キーを押すと就寝できるようになります。フラグ等で夕食を食べることが必要な人、夕食ギリギリまでやることがある日以外は基本的にこの技を使って昼間に寝てしまいます。まるで僕の夏休みみたいだ。3日目はトウモロコシの収穫を手伝わされます。まるでバイトしに来たみたいですね。おじさんが竿を貸してくれるとのことなので使わせてもらいましょう。わお、大人のチンコだ。釣り竿と書いてありますが釣りに使うのは一度だけ、基本的には別の用途に使います。随分狭い旗ですね。これ手伝う必要ありましたかね。このバイトの完了がエンディング条件の一つなのでスルーするわけにはいきません。手伝いと言いながら働いてるのはヒデくんだけなんだよな。大人の汚さをまざまざと見せつけられつつ、プレイヤーにとっては独特な操作感になれるチュートリアル的な意味合いもありそうですね。トウモロコシがかなり見えづらいですが、間違って夫婦に話しかけたりせず、手早く済ませましょう。間違って夫婦に話しかけたりせず手早く済ませましょう。まだ時間かかりそうですかね。
これでようやく労役から解放されました。努力次第でもっと早くなると思います。当たり前だな。これが釣竿の使いところさんです。これも複数のエンディング条件と関わってくるので必死の行動です。毎日つついていると3日後に蜂の巣が落ちて通行可能となります。イベントが待っているので最短で落とさなければなりません。今日はもうやることがないので。カイト何でもするか。ご夫婦も。どうぞ。調べちゃんからデートに誘われています。何でもこの村の見どころを紹介してくれるそうです。これも条件の一つなのでついていきます。勘違いしないでよね。デートと言いつつチェックポイントまでは別行動です。きっと一緒に歩いて噂とかされると恥ずかしいんでしょう。犬の健忘君を紹介してくれています。縁側から家に入るときに邪魔な以外はほとんど空気なので忘れてしまいましょう。もちろん水やりも忘れてはいけません。1日1回水をまかないと朝顔は枯れてしまいます。この橋は脱サラ陶芸家のおじさんが自分で直したそうです。また、この川は雪の川という名前だそうです。どちらも今後生きてこない設定なので忘れて構いません。このお地蔵様を叩くと占いができます。たたりがありそう。しかし運を上げておくことで実益もあります。今回のデートの中で唯一有益な情報と言って良いでしょう。というわけで残りのデートは消化試合です。エンディングフラグのために頑張りましょう。
ここで花の蜜を吸えるらしいです。意味は。ないですか？ようやくデートも終点ですね。この先は橋が流されてしまっているので進めません。おばさんに記念撮影をしてもらいましょう。こういった写真は後日もらえますが、エンディングとは関わりがないので特に集めたりはしません。ここで別なイベント発生です。視点が引いているので見づらいですが、右のスイカ畑に誰かいます。スイカ泥棒に見つかって犯されそうになりましたが、野獣先輩の方向によって助かりました。人間の勘。今日のイベントはこれで終わりなので、蜂の巣にちょっかいを出してから寝ます。ここで、時間がありますので今回のレギュレーションについて詳しく説明しておきます。今回はバグありで、エンディングに関わる15のフラグを全て立てることになります。フラグは左のようになっております。実はこのうち13個達成していればベストエンドが見れてしまうので、これらをすべて達成したかどうかを確かめる術がありません。このため、フラグが立ったかどうかは状況から判定していきます。本当はベストエンド RTA がやりたかったのですが、その際エンディング条件を取捨選択する必要が生じます。このうち2個は達成する必要がありませんからね。というわけで今回の RTA はベストエンド RTA に必要なデータを取るためにやっております。本番ではないのでレギュレーションがガバくても許してください。お願いします。わ、あん。寝ます。今日は村の寄り合いがあり、おじさんはそれに参加するために夜家を開けるそうです。おばしょたチャンスですね。しかしおじさんからホタルを見に行ってはいけないと釘を刺されてしまいます。ホタル、何かの隠語かな。さて、今日もおじさんの竿を蜂の巣に突っ込みます。
これで今日の昼間にやることは終わりです。が、この後夕食後にホタルを見に行くので時間送りをします。走った後に言うのもなんですが、このゲーム長くてかったるいですね。いっそ上映会でも始めましょうか。まあ今回ばかりはディレクターの綾部氏が実際に録音してきたという環境音をお楽しみください。さて、夜になったのでホタル狩りをしに行きましょう。他の日だとこの辺りでおじさんに呼び止められてそれ以上進めません。いますね。条件はこの時点で達成されているのですが、少しやることがあります。ホタルを何匹か捕まえるのです。ホタルはここでは簡単に捕まるだけでなく、希少価値がそれなりにあるので今後も使えるのです。どのように使うかは実際に使う場面で解説します。さて、このくらいで良いでしょう。ちょっと取りすぎの感はありますが。寝ます。気を抜いてはいけない。なんだよ、お前のケツガバガバじゃねえかよ。ヒデ君は昨夜夜更かししてホタルを見たので、寝坊してしまいます。いつもはお昼くらいには寝ているからね。しょうがないね。
さて、今日もやることは引き続き朝顔の水やりと竿です。落ちたな。蜂の巣が落ちましたね。これで先へ進めます。とりあえず今日はこれから丘に上がってタコ揚げの前提フラグを立てます。ここで丘に登っておかないと、おじさんがタコを作ってくれません。寝ます。では今回はここで終了です。次回は7日からスタートです。よろしくお願いします。じゃあ、流します。今日は7日です。ゲームについて話すこともそんなにないし、口下手なので漫談なんて。無理です、ごめんなさい。どうしてやってみないこと無理だって言い切れるんだ？かといって倍速したりするとただのチャート解説動画に。あっちゃー。視聴者兄貴にはこのゲームの雰囲気を一緒に味わってもらいたかったんだよ。嘘やろ。視聴者兄貴には投稿者の味わった数時間の地獄に付き合ってもらう。さて、今日からタコを作ってもらえるようになります。タコは5段階8種類あり、すべてのタコを作ってもらって手に入れることがエンディング条件の一つとなります。現段階のタコをすべてクリアしないと次の段階のタコを作ってもらえません。教習所みたいですね。朝から夕方にかけて工房で働いてるおじさんに話しかけることで依頼が完了します。おじさんは中1日でタコを完成させてくれます。
ここで条件イベントです。はい、クラリネットを練習している萌えちゃんですが、教えてくれる人に送る花をつまんでいるそうです。乙女ですね。さてさて、それは本当にただのお礼なのかな。なんと、花摘みをひでくんに丸投げしてきました。実はどうでもいい相手だったのかな。トウモロコシの収穫と比べればちょろいバイトなので。ちょっと終わらせちゃいましょうよ。はい。終わりました。今日は夕食を食べる日です。というのも夕食時の会話イベントを消化しておく必要があるためです。ちょっと込み入った話になるので窓を畳みます。起こした夕食イベントは虫釣りのヒント、これだけです。ですがそれより優先度の高いイベントが2つあり、これを済ませておかないと虫釣りのヒントの条件を満たしても別な会話になってしまいます。残念ながらイベントは1日1個なので、前々日から夕食を食べておかないと虫が釣れなくなってしまうのです。おじさん毎日ビールついて羨ましいですね。ずるいよな。大瓶で190円だったというから驚きです。ま、インフレ率を考慮するとほぼ現代と同じくらいなんですがね。ずるいよな。寝ます。今日は本当にやることが。ないですか。一応秘密基地関連のイベントは解禁されていますが、それだけで移動すると時間を食うので、別な用事のついでで行きます。今日は屋内をうろつきます。うろうろするだけなので飛ばす片は8分半にまたお会いしましょう。
今日の夕食イベントではデートの時に撮ってもらったツーショットがもらえます。通常プレイでアイテムコンプする際はおばさんに撮ってもらった写真を受け取る関係上、夕食を飛ばさない方が良いでしょう。寝ます。さて今日からやることが増えます。そうじゃなくて、まあいいや。バーモンタースカンジナビアンスプリッティングアックスです。おじさんの薪割り斧ですが、古くなったために今日からしまってあります。前提イベントっぽいものがありますが、日数経過以外に必要な条件はありません。フラグ設置するのがめんどくさかったんでしょうか。あ、そうだ。おとつい依頼したタコができています。クリア条件は単純明快、丘に行って120メートル以上高く上げることです。ここで条件イベントです。明らかに他より大きいイワナにビビるヒデ君。この主イワナはデフォルトの仕掛けでは釣りれないので、今晩のイベントにつながります。斧の使いところさんです。この木を盗み伐して丸木橋にしようということです。蜂の巣同様1日1回なので通いです。秘密基地によります。スイカ泥でした。
この発展場に立ち入る許可を得ました。ここでは日夜兜合わせが行われており、これがエンディング条件に関わってきます。タコを揚げます。討伐とタコを同日に実行する場合、タコを先にやってしまうと夕食に間に合いません。タコ揚げによる時間経過が大きいためです。すべてのタコに言えることですが、注意点は左の通りです。1点目をきちんとやっていると一定時間糸の繰り出しが倍になるボーナスタイムに入れます。詳しい条件は不明ですし、そもそもボーナスタイム制かどうかも未検証です。視聴者兄貴には検証のほど。よろしく頼むぜ。2点目について。上キーか下キーを押すと糸を繰り出さない代わりにタコの上昇に大きなバフをかけることができます。体感、下キーが強いと思います。よくわかりませんけれども、中級までは糸さえ出せば上がるので特に関係ないと思います。糸出しすぎ。まあまあええわ。わーい、やった。おばちゃんがひでくんのタコ童貞の喪失を記念して写真を撮ってくれます。もう夕食時間なのでやむなく食います。ビールビール。虫釣りのヒントのイベントです。硬い動物の毛を持ってくれば特製毛針を作ってくれるとのこと。硬さは一家の飼い犬ケンボウくんくらいだそうで。次のタコ製作以来の仕込みです。嫌われたみたいですね。ここまでされた当たり前だろうな。寝ます。今日のメニューは、朝顔の水やり、
ケバリとタコの制作以来、討伐、秘密基地イベント、となっております。そこまで忙しくないので、久々に昼寝できます。秘密基地方面へ行くのに、地蔵経由とこちらの上り鎌ルートの2通りありますが、こちらの方が片道40秒以上早くなります。この集落のオスガキが全員集合しています。ガキ大将、デブ、ガリツトムメガネと分かりやすい3人組です。これで虫相撲と樹液採集が解禁となりました。寝ます。明日、
お坊さんがお経をあげに来ると秀君に告げられます。何でも、明日はおば夫婦のご長男の命日だそうで、実は秀君にあてがわれた部屋もその子の部屋だそう。まあ重いんで。樹液採集を解禁したので、台所で砂糖水を作ることができます。砂糖水には甲虫の誘引効果があるらしいのですが、それ以外にも今後のイベントで必要となるため、適当なタイミングで作ります。今日は特に用事がないはずなんですが、それは俺もお前の立場だったら死ぬの恥ずかしいわ。これでもある程度早かったんだから仕方がないじゃありませんか。すいません。タコ揚げ農家の近くまで行って甲虫を取れば今日も虫相撲ができますが、タコ揚げのついでにします。寝ます。それでは今回はここまで。次回は12日からスタートです。次回もど田舎の夏の雰囲気とガバポーを楽しみください。続きいくよ。今日は12日、タコと毛針が完成する日ですね。そして一家のご長男の命日でもあります。おっ、おい、つるつったね坊主。そんなこと言ってきちゃダメだろ。
お坊さんが来た関係上、行動開始が遅く、ご覧の通り10時からスタートとなります。一回の話しかけで一つずつしかアイテムをくれない上、間にどうでもいいお坊さんの会話が挟まります。そして今日も伐採ですね。よく見ると切り口がだんだん広がっていきます。ただし、ヒデ君の斧の入れ方はかなりガバガバです。少々不遂ですが。まず振り方ですが、振り下ろし、水平振りと交互にやらないと、このようなえぐれ方にはなりません。また、特定の方向に切り倒す場合、倒したい方向から切り口を入れます。これを受け口と言いますが、受け口はヒデ君もきちんと作っています。しかし受け口の方向に倒すには、反対の方向から追い口を作ってやる必要があります。これをやらずに受け口だけを広げていった場合、大抵は受け口の反対側に折れます。ヒデ君はがっつり川側から受け口を入れていますね。ま、ヒデ君は盗み罰初心者だからね。今日は樹液採集をやるので占いをしておきます。中吉以上にしておくと強い虫が引ける可能性が上がるとか上がらないとか。例によって検証はしていません。嘘だろお前。思想時には大吉を引いて虫相撲を有利に進めていたので、本層も大吉を目指しています。あ、結局中吉で妥協したみたいですね。それは大丈夫なのか？引き直しはロシーだけではなく、ゲーム内時間も経過してしまいます。チャートをぶち壊さないためにも適当なタイミングで妥協する必要がありました。この判断が果たして吉と出るのか凶と出るのか。知らないよ。とりあえず気分転換にタコ揚げに行くようです。ニナダコも相当上がりやすい部類なので困ることはないと思います。
あとは下キーで上げるだけですね。わーい、やった！さて、また樹液採集に移りましょう。ノコギリクワガタ6センチでした。そうですね。のん樹液採集について、目標とする種類や大きさ、数量は決めていません。あまりにも確認できるステータスにはよらない個体差が大きく、タイムがばらつくためです。この辺を検証して最適解を作るのはとんでもない労力が必要です。競合奏者がいたらやるかもしれないけどな。お、諦めましたね。ノコギリ2匹で大丈夫なんでしょうか。今日は時間いっぱい以上に行動したので、不本意ながら夕食となります。ビールビール。食後に樹液採集と砂糖水に関するヒントがもらえますが、特にフラグではありません。あれ？まあまあええわ。寝ます。クワガタを拉致監禁したので今日から虫相撲に参加できます。食後に希少昆虫の採集に関するヒントをもらっていますが使いません。ところで昆虫コンプって本当に可能なんですかね。
その倒れ方はおかしいよな。まあまあええわ。これで新エリアが解禁されます。ここでイベントです。半透明で四つん這いの何かに出会いました。エンディング条件である狼の撮影イベントの条件と思われます。さて、次は虫釣りです。虫は確率でいたりいなかったりするので、マップ一気で登場させます。一つ寝流しでもしねえか。やめろ、ナイス。時々立ち止まるのは、虫が画面外にいる可能性があるからです。普通のイワナが複数匹いるときは虫はほぼいないのですが、画面内に0から1匹しかいない場合は虫がいる可能性があります。夕方になってしまったので今日は諦めます。次は虫相撲です。秘密基地に行くとサンバカトリオが主の話をしています。釣り上げてしまえばこのイベントを飛ばすことができるのですが、今回は仕方ありません。スタミナが切れるか土俵から出れば負けです。勝利数に応じて虫は強くなっていきます。まず俺が相手ね。家族ランクで勝利数を稼ぐのが定石です。じゃあこいつでどう。本チャートも例外ではありません。ノコギリクワガタはこの時期にしては比較的強い方ですが、強ランクでガンガン勝ち進むには力不足と言えます。エンディング条件を満たすにはまず強ランクで45勝するのが前提となるので、ある程度強化する必要があります。あー悔しい。虫はその種類によってスタミナの高、じゃ押しの強さ、俺様、ね、出せる技、技の受け合い性が決まります。ノコギリクワガタはこの時期に相手が主に出してくるコクワガタ、オニクワガタ、各種メスなどよりは押しが強く安定して勝てます。しかしこの時期からたまに出てくるミヤマクワガタやヒラタクワガタには押し負けます。よって成長させ技の出やすさを上げることで安定して勝てるようにしていきます。試合前に背中を叩くことで、スタミナと引き換えに技の出を上げることができますが、ノコギリクワガタはその効果が大きいような気がします。これで格上相手にも勝率を上げることができますが、いかんせん叩く時間がかかるし、負けることもあります。このため主力はミヤマクワガタ等を据えた方が良いのですが、You play with the cards you are dealt. と言いますからね。頑張るしかないよ。一応一度買った虫はトレードで獲得することもでき、その際には先日捕獲したホタルなんかもトレード材料にすることができます。頑張れ。ああ悔しい。じゃさて次俺様ね。ことがなくなってきました。虫相撲では環境音やグラフィックを楽しむこともできないから退屈ですよね。あれ？そんな皆様のためにこのような動画があんだけど。頑張れ。
世界最大のカブトムシの名にかけて、南米の大巨人として子供たちの羨望の眼差しを一身に受ける、昆虫界のハリウッドスターがついに日本に上陸した。その名はヘラクレス・エクアトリアヌス。世界最強のカブトムシの名にかけて、カブト界のヒクソン・グレーシーと言われた東南アジアの剣王がレベルの違いを見せつけるためについにベールを脱ぎ捨てた。その名はコーカサス・オオカブト。世界最強最悪のタランチュラの名にかけて、虫界のドラキュラとして世界中の虫たちを震え上がらせてきた化け物グモが、なんと本当に日本にやってきた。その名はキングバブーン。本営は負けが込んできてるんですが、それは大丈夫なんですかね。まずいな。砂漠のアースシジマにかけて、アフリカの大地であらゆる生物を一刺しで倒してきたサソリ界のゴルゴ13が今日本に極秘入国した。その名はダイオウサソリ。ベトナムの密林王の名を欲しいままにし、熱帯雨林のジャングルで動くものを目の前にすれば見境なく殺戮してきた虫界の連続殺虫機が、なんと次のターゲットをカブトムシ、サソリ、タランチュラに定めた。その名はベトナムオオムカデ。クワガタ界の宮本武蔵の名にかけて、鎧をまとった強豪たちを一刀両断にしてきた。弱でこんなに強い平田が出てくるとは思いませんでした。ざっと一刀くらいはロスしています。虫の座を奪い取りに行く。一言言う、アホ。その名はパラワン大平田クワガタ。
しまった。次、僕の番か。頑張れ。ああ、負けちゃうよ。クワガタ界屈指の大顎を誇るスプラッターの名にかけて、インドネシアのシザーズデビルが波打つ強豪をバッサバッサと斬る斬る斬る。その名はリノケロス二股クワガタ。日本最強の昆虫王の威信をかけて、長きにわたって子供たちに夢を与え続けてきた寡黙なるラストサムライが、日本の名誉を守るために玉砕覚悟で今立ち上がった。見せてくれ大和魂。その名は国産兜。負けちゃった。じゃあ次は俺の番ね。よし行け。ところで本へのノコギリクワガタに関してですが、10から15勝以上だと背中叩きによってむしろ試合が早く決着する傾向があるかもしれません。何回が適当かなど検証すべきことは山ほどありますが、一体どうやって検証したらいいんですかね。厳密にやろうとするとかなり膨大な量になりそうですが。次、僕の番か。頑張れ。ああ、負けちゃう。はあ、負けちゃった。じゃあ、次は俺の番ね。よし、行け。頑張れ。ああ、悔しい。じゃ、次俺様ね。ど
んといけ。あやや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 。し、負けしまった。次、僕の番か。頑張れ。ミノケロスの判定勝ち。今回はここで区切ります。次回は13日の虫相撲の途中からです。よろしくお願いします。前回は注意書きなしにリアル虫動画を流してしまい申し訳ありませんでした。今回もかなりの時間虫相撲が続きますが、今度はどなたでもお楽しみいただける。このような動画をご用意しました。さて、ようやく本営世界に戻ってきました。リセに次ぐリセにより妥協レベルを下げに下げ、結果このありさまです。検証不足とチャートのパターン化が足りないって。もう一番弱ってるか。時間いっぱい活動していたのと、夕食イベントでフラグを立てる関係上、今日も夕食を取ります。何を思ったのか時間潰しをせず、池に向かい出しました。師匠かな。今日主が出なかったという焦りが秀君を釣りへと向かわせたのでしょう。当然時間は足りませんでしたが。今日の夕食イベントは調べちゃんとのデートについてです。雲の携帯を楽しみたいという秀君と調べちゃん、小学生らしからぬ風流な趣味です。雲を見るなら岬の崖の上が見通しが良かろうということで、今日開放した新エリアでのデートの約束をします。最短で伐採を終えなければこのイベントは発生しません。チャート作成時は夕食フラグが必要なことがわからず苦労しました。寝ます。ご指摘ありましたが、夜の就寝は戻るボタンを返する必要がありません。完全に昼寝の時の癖です。チャートメモが雑なのが原因ですね、これは。次はもっと詳細にチャート書きます。14日になりました。今日はデートの日。ちなみにデートに行くか否かという返答について選択肢はありません。プレイヤーに委ねられているのは、ついていくかブッチするかの2択、行動で示せということですね。Vプレイ当初は調べちゃんのことが嫌いだったんですが、年を重ねるごとにおてんばなマイキガールへの志望が募っていきますね。年はいくつ ?24 歳です。24歳、もう働いてるんだ。なんとか言えよ、変態。あ、そうだ。毎日手塩にかけていた朝顔くんですが、完全に存在を忘れていましたが、実はもう咲いています。咲いているとき、そしてしおれたときに観察するとイベントが発生しますが、エンディングとは関係ないので起こしません。実際に見ないと、本当に最長期間咲いているのかということがわかりませんが、そこはもう一つ確認方法があります。実はおばさんが毎日1枚ずつ開花写真を撮ってくれており、それをもらうことができるので、エンディング後に最大数、9枚あるかを確認します。ヒデ君に達成感を与えて褒めて伸ばす親の感。もうここの子になってさ。終わりでいいんじゃない？集合地点はこのちょっと先です。
デートには割と厳しめな締め切り時刻があります。当たり前だな。そのため虫相撲や釣り等の寄り道をする時間がありません。亡くなったご長男の好きな花はひまわりだったとのことです。まあ重い。ちなみに PSP 版だとお兄ちゃんの霊が登場します。みのおばあちゃんといい、あやべ氏は霊魂ネタが、あ、これ好きなんですね。クヌギの大木との開口です。下枝がない綺麗な樹形なので誰かが管理しているんでしょうか。しかし古木にしては随分まっすぐですね。ちょっとだ。クヌギにこれは似合わない、似合わなくない、まあ好みの問題ですが、本来ここで採集をする予定はないはずですが、前日の負けで完走できるかが怖くなったのか、時間の許す範囲で取るつもりのようです。カブトムシ 3.6 センチでした。小さいとはいえカブトムシ、不安で仕方なかった心も落ち着きを取り戻し、本来の目的に戻っていきます。モデルとなった山形県同市にも取材先の栃木県にも海はありません。夏といえば海でしょということで足したんでしょうね。泳ぐだけの要領がプレステにはなかったためか、ヒデ君は金槌という設定です。やだ、小生夕食やだ。ぬわあああん、魂を奪われたも、おおおおん。寝ます。次回は15日からスタートです。よろしくお願いします。おはようございます。
今日は15日、ご一家はご長男のお墓参りに行くので夕食までいません。ぶっかけ3人組も今日1日は不在です。タコの依頼と回収、そして兜合わせはできない1日となります。一応釣りはできますが、それだけで出歩くのも尺なので、今日は朝顔の水やりだけやります。いってらつまり今日は。寝ます。しょう、起きる朝だぞ。おはようございます。今日は16日、やることは盛りだくさんです。おじさんがブロンコを釣りるしたそうです。楽しそうですがエンディングと関係がないので遊びません。まずはタコの回収ですね。セミタコです。今までのタコと構造の違いがよくわからないのですが、命を削るセミ兄貴の形状を模しているから強そう。さて、兜合わせをしよう。昨日粘りに粘ったので急所でいいはずです。ついに獲得したカブトムシ兄貴の勇姿。最初は僕からだ。見とけよ。頑張れ。さあ、じゃあ次は俺の番ね。よし、行け。頑張れ。頑張れ。ああ、悔しい。
次俺様ね。どーんと行け。あいや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 。あいや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 。あれ？なんてこったい。次、僕の番か。頑張れ。やった、いけるかも。よし、行くぞ。よし、行くぞ。負けちゃうよ。負けちゃうよ。負けちゃった。じゃあ、次は俺の番ね。よし、行け。頑張れ。よし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 。よし、行け。どうのもない。4勝してくれたし、ママええんちゃう。体調と育成が足りませんでしたね、これは。次は平田くんです。よし、行け。しっかり頼むぜ。よし、あー悔しい。うっちゃり好き。相手がやってくる時で。じゃ、次俺様ね。こういった押しや技が基本的に強い上位手は背中を叩く必要がないのがありがたいですね。その分試合内容が長くなったりしてしまうことが難点ですが。あいや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 。負けちまった。次、僕の番か。頑張れ。ああ、負けちゃうよ。負けちゃった。じゃあ、次は俺の番ね。あと2勝ですが。ここへ来て強そうなのが出てきました。粘られてスタミナ負けすると嫌なので変えます。ノコギリクワガタで技出して勝ちましょう。が、それでも不安なのかランクを変えて。じゃあこいつでどう？まずいですよ。じゃあこいつでどう？こっちの方がマシですね。よし、行け。よし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 。頑張れ。ああ、よかった。負けちゃったよ。じゃ、次俺様ね。どーんと行け。あいや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 、あれ？やった！なんてこったい。次、僕の番か。大変長い道のりでしたが、これでようやく第一段階突破です。1日置かないと進展しないので今日はとりあえず引き上げです。次は池に向かいましょう。虫が引けるようにお祈りしながら。今日はこの後タコ揚げも控えているんですが。それは大丈夫なのか？
痛いみたいですね。諦めて丘へ行きましょう。うん、丘の下。綺麗な夕焼けだ。ここが丘前最後のおじさんポイントです。ここを過ぎれば連れ戻されることはありません。やったね。さて、切り替えてセミ兄貴を大空へ放ちましょう。各位環境音に飽きたようですので、そんな皆様のために、自作音マットでも流します。編集が面倒だからね、しょうがないね。夕方までかかってしまったから、しょうがないから夕食食ってやるよ。飯だぜ。主イベントを完了できなかったのが辛いところさんですが、それ以外は順調そのものです。前パートのガバ判断ガバ運が嘘のよう。あ、そうだ。次作るタコを選んでおかなきゃ。出ます。おはようございます。今朝は食前にお風呂のお姉さんなる人物の話をしています。お風呂のお姉さん。弓香るかな。お姉さんはエンディング条件に当然関わってくるのでお会いすることになりますが、いるのが丘の先と少々遠いので基本的にはタコ揚げのついでで行きます。長かった朝顔の水やりですが、今日で終わりです。やっと終わったんやな。最長開花期間が9日間、18日までで、これ以降は何をしようが枯れます。悲しいかな。水やりをしなかった翌日か2日後くらいに枯れるので、
今日まででいいのです。書きが終わった一年草に模様はないんだよ。人間のクズだ、ほらほら。なお、ケチって16日に水やりをやめると18日に枯れます。当たり前やん。さあ今日は虫相撲の第二関門、いわば中ボス登場です。種類はカブトムシ、しかも百戦百勝という強者です。バカ野郎、お前勝つぞ、お前。と、その前に。今なんでやめたんですかね、というあなた。浅いですよ。虫の引きが悪いことを危惧して虫ガチャを先に回したのです。じゃあ秘密基地の近くまで行く必要ないよね。というあなた。そうだよ。蹴るまで結構かかるので。あ、じゃあやめますね。主にこんなに手こずるのは初めてなので焦っていますが、せっかく出た主を逃がすのが怖くて、結構長めに待ってます。ああ、いたいたいた。厚みがないせいでこのアングルだとあんまり巨大感がありませんね。では仕掛けをケンちゃんけばりに変えて。さあ。あ、こいこい、真ん中こい。うん？お。来たな。意外と早く落ちたな。ヤマメ62センチでした。イワナじゃないからソロのネクロマンサーも安心。やべえ。夕方になっちまった。もうおじぽいはないので大丈夫でしょう。さて改めて。行くぞ。まず俺が相手ね。45勝した翌日にキングを選択すると百戦百勝のキングサイズカブトムシが出ます。大抵の虫が押し負けてしまうのでノコギリクワガタで技勝ちしましょう。30勝以上貯めたノコキミなら今までのところ勝率は8割ほどです。よし、行け。やりました。じゃ、これで感想はほぼ確定しましたね。再走。知らない。では帰って飯でも食いましょうか。こっちだ。おじぽいくらいきちんと覚えてどうぞ。姉妹が楽しそうに遊んでいますが、寝ます。あれ？
何やらお姉さん宛に郵便物が届いたようです。ヒデ君には関係ないですね。秘密基地へ行きますが、そろそろ定番ルートも飽きたと思うので、あ、最後にいますね。今日から水やりがなくなったのでスムーズに移動できます。百姓兜を破られたので、明日さらなる新兵器を投入するという宣告がなされます。なんてことだ、ボー。さらにシーノなんて勝てるわけがない、ボー。で、今日は別に出してこないのでもう帰ります。あー、めんどくせえ、マジで。丘の向こうのお姉さんに関するイベントですが、たこ揚げの日だけでは日にちが足りないので最初のイベントを今日起こします。CV 田中敦子の美人のお姉さんが、今日はまだ出ません。ふざけんな！なんだこれは。カメラのような機械が設置されていました。この RTA ではここを通るのは初めてなので、ヒデ君はずっと置いてあるものだと思ってそう。今日やることはもう終わりです。久しぶりの昼寝ですね。すでに落ちている蜂の巣を突くとでスルーラとなります。これと同じ仕掛けは登山口の近くや丸木橋の先などにもありますが、丸木橋の方のは使う機会がありません。寝ます。蜂の毒で体調が悪いからね。しょうがないね。朝食に萌えちゃんが来ません。萌えちゃんは朝食までもキャンセルする技を開発したのかな。姉貴の分俺に食わせろ。なんで水をやってるんですかね。ああ、もうめちゃくちゃだよ。今日完成したのは鳥だこです。上級なので少し上がりにくくはなっていますが、中級とそこまでの差はありません。もらってすぐ装備しておけば、丘で装備し忘れるということがなくていいと思います。まあ、装備し忘れて古いタコあげちゃったとしても誤差だよ誤差。
ではいよいよ虫相撲ラスボスを倒しましょう。いざ鎌倉行くぞ。今回はここで区切ります。次回は19日の途中からです。よろしくお願いします。お久しぶりです。私はまだ夏休み半ばなので。何やねんその態度。いきなりラスボスからです。一体どんな虫なんだ。まず俺が相手ね。ついにこいつの活躍する時がやってきたぜ。先生はオスのカマキリだったんですよ。でも最後はメスのカマキリに食べられて死ぬんですよ。このカマキリ野郎、押し、技、スタミナともに最強クラスです。ですが唯一弱点があり、他の虫と異なりスタミナは1試合ごとに回復せず持ち越しとなります。よし、行け。つまり連戦でゴリ押せば勝てるということです。見かけだ。ここで、カマキリに買ったご褒美として、高山南姉貴兄貴が秘密を教えてくれるそうです。ここで突然、高山姉貴兄貴がボタンを押せなどという世界観ぶち壊しの発言をしだします。まずいですよ。森の中だ。何やら、林道のような場所に出ました。これがご褒美なの。天然記念物クラスの巨木ですね。こんなぶっといの入れちゃってさ、すごいな。
すごく嫌な仕上がだよ。入っちゃうよ。穴と見るや飛び込むヒデくんはホモの鏡にして危険を顧みない人間のクズ。しかもあの高さから飛び降りて即走り回るとか。こいつすげえ変態だぜ。なお、今の林はショートカットとして機能しており、通常ルートでは締め切りに間に合わなかった登山をすることができます。このルートを使って山頂を極めることが縁輪条件の一つになっているわけですね。では次にお姉さん関連のイベントを消化しましょう。ん？お前は誰だよ？どうやらこのお姉さんが由美香織、元井田中敦子姉貴だということです。大学生ながら、自動撮影機を設置して狼の写真を撮りに毎年山ごもりをしているらしいですね。よっ、ご苦労さん。あんた、何者？自分から名乗りなさいよ、少年一号。録音装置も完備とはたまげたな。結構お金持ちなんですかね。ここでタコ揚げの時間ですが単調なのでカットしよう。では手っ取り早く帰りましょう。アナフィラキシーショック。知らない。膝枕は横より縦の方が好き。時間がギリですが次のタコを依頼しましょう。タコ揚げの翌日に依頼する。つまり一つのタコに3日かけているとどうしても途中で日数が足りなくなります。そこでレスルーラを駆使して早めに帰宅し、おじさんが仕事を終えるまでに依頼する必要が生じます。そうすることでタコ揚げのスパンを1日短縮することができるわけですね。ただしおじさんは夕食ギリギリまで仕事をしているわけではなく、指示頃にはもう上がってしまい、タコの依頼を受け付けてくれません。早いんだよ。仕事時間外に依頼を受け付けてくれないとか、おいの頼みは仕事扱いか何かか。それじゃもう寝ます。いただきまーす。萌えお姉ちゃんとご両親で家族会議みたいですね。もしかして朝食キャンセルやその前のお手紙と関係があるのかな。萌えお姉ちゃんは若さゆえのモヤモヤをご両親にぶつけているようです。なぜ私は苦しまなければならないのか、なぜ大人は平気な顔をしているのか、こんなところでつまずく自分はこれからやっていけるのか。苦しいでしょうが、親から中年ゆえのムカムカをぶつけられるよりはマシでしょうね。
今日もいい天気。近道を使って登山を済ませる必要がありますが、今日は家族会議のせいで行動開始が遅いため間に合いません。ちなみにお姉ちゃんは若き日の坂本麻也姉貴ですので、気になる方はプレイするかプレイ動画見てどうぞ。ですんで。寝ます。おはようございます。調べちゃんから昨晩お風呂のお姉さんの入浴を覗いたと咎められています。昨日は午前中から寝てたはずなんですけどね。無遊病かな。怖いです、寝れないです。さて気を取り直し、今日こそ山への登頂にチャレンジします。単なる移動なんでカットしよう。通常ルートだとここのゲートが閉まるのに間に合わないわけですね。横から通れたように見えたのは私だけでしょうか。公園越したからはおじさんの家や雲の岬を含めたマップの全域が見渡せるようです。それにしてもこんなに山や沢富が近いとか、三浦半島か何かか。まあ、特にすることもないのでトンボ帰りです。まるでトレイルランナーみたいだ。なんかスポーツやってるんだっけ。なんとか言えよ、変態。来たよ。何読んでるの。森の本。面白い。今日からもうちょっとだけ秋なんだよ。え？なんでそう思ったんだ。トンボ、トンボがたくさん飛んでるよ。あれ、いつの間にかすごい数だな。私、小さい頃、あの麓の町に住んでたんだ。あの日もちょうど、今日みたいにトンボがたくさん飛んでた。まだ私が今の僕くんより小さかった頃、家族と一緒にこの辺にハイキングに来たことがあるんだ。その日、私はいつの間にか迷子になっちゃってさ夕方になって心細くなって、河原の大きな石の上に座って泣いてたんだ。そしたらあの声が。どんな声？怖くなった私は雄大の山道を一目散に逃げ走って、気がつくと私を探しに山を登ってきた青年団の人に保護されてたってわけ。じゃあその声に助けられたの？なんとなくそう思ってきたんだ。何の鳴き声なの？日本狼。とっくの昔に絶滅したはずの日本狼の声。以上、飛ばせない会話はおそらく必須イベントです。テントの中を覗くのもフラグだからね、しょうがないね。ここでトンボの群れを見てヒデくんは秋の到来を悟るのですが、早時のせいでさっきのイベントと順序が前後していますね。なんだよ、お前のケツガバガバじゃねえかよ。鯉のぼりタコですね。こいつは非常に上がりづらく、風の具合によってはものすごいロスを発生させます。日付や時間帯によって風の強さに傾向があるようですので、あまりにロスいようであれば再走もありです。下キーよりも上キーの方が上がりが良いようです。3分。だな。
タコは相撲より戦略性が薄いので走っていて楽しくはないです。ない。相撲と弓とどっちが辛い？相撲です。やっぱり相撲の所要時間は相撲で立てられるフラグが多いことを鑑みてもやはりネックになります。とにかく今日はでスルーらして帰りましょう。リアルではアナフィラキシーショックが怖い人は液ペンを携帯していると少し生存率が上がりますかね。今日はいろいろと時間を使いすぎたのでおじちゃんはもう仕事から上がってます。じゃあ今日はタコを依頼予約だけして終わりましょうね。ついにタコも達人クラスまで来ました。残るタコはあと3つ、うち1つは入手だけでフラグが立つので実質2つですね。最難関のタコは今日で終了したのであって、寝ます。今日は結婚記念日とのこと。へえ、そうなんだ。夜にはパーティーとかあるようですね。そう。とりあえず、ひでくんは次のタコの依頼を済まして。寝ます。次回は早めに投稿できるといいですね。でもまだ全部出てないからね。続きいくよ。今日は8月23日。今日もイベントがあるのですぐには寝られません。たまには外で手体動かさないと病気になっちゃう。やばいやばい。ではイベントまで。あ、最後やりますね。RTA 動画でも倍速やカット編集していいって教えてくれた兄貴には心からお礼を言いたいですね。おかげで気まずいシーンが相当減りました。通路上に何かいますね。グリーンスネークカモン。18年前、初見プレイ時、私は蛇より空中から突然現れるおじさんの方にびっくりしましたね。おじさんは不思議な力でヒデ君のピンチを察知して駆けつけてくれました。人間の勘。蛇はクソガキにいらん知恵を与えてくるから、邪険に扱うのも多少は、ね。今日はいきなり蛇に出鼻をくじかれたので。カイト何でもするか。寝ます。おはようございます。今日は昨日とは打って変わってイベント盛りだくさんだぞ。木村。あ、木村、見てないでこっち来て。お前も入れてみろよ。まずはタコの回収から行きましょう。納期だぞ。悪しろ。一番態度悪いって言わせる。飛行機タコです。今まで鯉のぼりを除いて上キーでも下キーでも上昇バフがかかっていましたが、こいつだけは下キーのみ上昇バフ、上キーで効果となっています。フライトシムライクってことなんでしょうけど、これいる。
そもそも加工機能自体必要ないって。今一番言われてるからな。まあまあええわ。昨日の蛇の抜け殻が落ちています。財布に入れておくと金運が良くなるあれですね。金金って言うんじゃねえ、ガキのくせに。あ、これもエンディング条件でした。温泉箱引く玉とか舐め出しましたよ。半透明の光る生命体に遭遇しました。そういえば盗み罰して橋を架けた時にも遭遇しましたね。お久しぶり、マリサ。あ、そうだ。タコの変更を忘れていました。きちんとあげる前に気づきましたよ。これ偉いやろ。飛行機タコは上がりやすいものの、非常に風に流されやすいタコとなっています。糸の繰り出しと4方向への引っ張りは一定時間に1回しかできません。そして同時に行うことができないので機械費用が発生するわけですね。そういった中でどの行動が最良かを判断するという意味ではゲーム性が発生するかもしれません。正しい判断が正しかったかどうかはいまいちはっきりしないし、細やかな気配りも運に潰される場合が多々あるので、なんとなくやるというのが最適解ではないでしょうか。極端な運ゲーはエンターテイメント性を欠くということですね。でも一方で人はサイコロゲームにエキサイトする要素も持っています。ゲームの面白さ、面白いゲームを作るって難しいですね。うわ、それよくわかんなかった。まずは糸を伸ばして伸びきったら上昇バフをかけるといういつものパターンです。横風に対しては流されますがさほど効果は起こらないので多分無視で問題ないでしょう。墜落だけはさせないようにします。と字面は簡単そうですが、これなかなか難しいねんな。さっき言った通り、上昇バフをかけている間は糸を総理出せないので、墜落回避のための上昇バフは最小限に抑えなくてはロスとなってしまいます。走るときは運を高めていけ。話すことなくなってきたな。退屈な皆さんのために。タコの話でもしましょうか。私が一番好きなタコハマるタコです。知らないよ。タコはやはり空に掲げるキャンバスという意味合いが強いのですが、それ自体が丸という面白い形をしていると中の絵がどんなものであっても大抵映えます。静岡県の袋井というところで伝統的に作られているようですが、私も一度は作ってみたいですね。でも結局楽だし上昇しやすいし、市販のタコになってしまうんですよね。しょうがないね。では単なる移動なんで。カットしよう。姉ちゃん、スケベしようや。蛇にビビったかどうかを聞かれます。正直に答えておくと少しいいことをしてくれます。もっとやるしかなめて。ダメみたいですね。恐怖というのは正常な反応で、これが麻痺してしまうことが環境破壊などのやりすぎにつながってしまうと言っています。行き過ぎた先輩は恐れを知らないブレーバーだった。とにかく、自分に正直に、ノーと言える心というのは大事なんですね。もう一度話しかけると自動撮影機でヒデ君を撮った写真がもらえます。では今まで行ったことのなかった滝の裏に潜入してみましょう。わかりました。
なんだこれは。そういえば、うちの学校のあの頑張りすぎの教頭先生、戦争中になんだか自分の大事な宝物をこの裏山に隠したんだって。そんなシーンありましたかね。実は開発の意図通りに姉妹の部屋に行き、萌えちゃんと会話することで回収フラグが立ちます。という構造なのですが、実は会話をしなくても日数経過だけで回収イベントが発生します。なんだよ、お前のケツガバガバじゃねえか。自動撮影機のギミックを完全に理解したヒデくんは変顔で映ってお姉さんにアピールしてますね。もちろん通るたびに勝手にやられるのでうざいことこの上なし。ここの通過は最小限にとどめておきましょう。この後、回収した本を萌えちゃんに納品するという重要な仕事があるので、デスルーらして即帰宅します。これ感に合うんですかね。ああ、ごめん、間違えちゃった。でも、ここはいいんでしょ、うん、いい匂いがしそう。どうやら英語の本だったようです。手紙が同封されていましたが、それも英語。萌え姉ちゃんは夕食までに翻訳してくれると言っています。もう夕方なんですが、それは大丈夫なんですかね。もう翻訳が終わったんですね。Native Speaker KO。 内容はこうです。春、大河の流れ、咲き誇る花々の香り。今、マーク・トウェインの冒険小説で読んだ夢の国アメリカと、私の生まれたこの愛すべき祖国、日本は戦争をしています。Tom Sawyer, Huckleberry Finn。 彼らが遊んだ野山に吹いている風、日差しを私はいつか自分の肌で感じてみたかった。今日まで密かに、そしてひたむきに彼らの言葉を学んできた私ですが、それもそろそろ限界のようです。辞書もここに隠さなければいけなくなりました。もしこの戦争が終わって私が生き延びていたならば、今の清水のようなこの無垢の志を、そして春の到来を告げる南風のような高揚感を、未来の自分へ伝えたいと思います。昭和17年春。戦時中にこれを隠した教頭先生は辞書と手紙を回収することはなかったわけです。それはつまり書士貫徹できなかったということを意味するように思えます。しかしある意味で戦後は戦中よりも大変な時代、高潔でも宙に浮いた志よりも地に足のついた生活が優先されるのは当然のことでしょう。その教頭先生は辞書の存在を萌えちゃんにほのめかします。つまりこの手紙の中の未来の自分は萌えちゃんのことだったんですね。じゃねます。萌え姉ちゃんはスランプを脱したようです。頑張りすぎの教頭先生のおかげですね、これは。高校進学を諦めかけていた萌え姉ちゃんは再度進学の決意を固めたようですね。ここで家族は8月に入ってから雨がないことに気づきます。もう25日なんですが、遅すぎ。畑作物は全滅ですね。
おじさんは田舎民なのに天気に鈍感とか。これもうわかんねえな。窓。これが脱サラ陶芸家の余裕でしょうか。では今日はまずタコの依頼から。行きますよ。行きますよ。行く行く。棚にあった作品が全部消えていますね。どうやらもう釜に入れてしまったようですね。今日の夕方に火入れだということです。おばさんは何やってんですかね。作業の手伝い待機か何か。では次に風呂姉さんのところへ。行きますよ。行きますよ。行く行く。自動撮影の仕掛けが分かってから撮られた写真をもらえます。ここで条件を満たしていると秀くんが何かに気づきます。狼は砂糖水が好き。そう、カメラの前に砂糖水を仕掛けておけば狼が寄ってくるはずです。なぜこのタイミングで気づいたかは謎です。狼が来るより前に虫とかタヌキとかが来たそうな気もしますが、もう無視してください。では早速仕掛けましょう。完了です。今日の予定は消化したので寝ます。おはようございます。今日は雨を降らせます。ヒデくんは多分童貞だし、雨乞いができるのも多少ね。雨雨ふれふれ母さんがじゃんの目でお迎え嬉しいな。ピッチピッチチャップチャップランランラン。なんかおちんこが変な感じになってきたのら。ムービーは当然の権利のようにカット。ムービーカットのせいで何が何だかよくわかりませんが、ちょうど高速道路下で通り雨が来ました。でもほぼ一月下ってないわけだから、次これじゃ全然足りないじゃないですか。直で帰ってもいいのですが、せっかくなので丸太橋の先からでスルーらします。ショートカットになるのかどうかは謎です。それでは寝ます。さよなら。風味が広がり美味しいです。風呂姉さんがやってきました。
なんや、どうしたんや、騒がしいな。写真を見せてきました。バン、バン。ヒデ君の策略が功を奏したようですが、これは今まで出てきたのと違いませんかね。ヒデ君もさすがにおかしいと気づいたようですね。まあまあええわ。なぜかここにもムービーが挟まるのでカットを忘れないように。ああ、ダメダメダメ。ムービーカットの際、焦ってスタートボタンの自動連打を入れてしまったようです。気を取り直して。問いつつ。すでに取り直す気もなくなってきましたが残り、頑張っていきましょう。今日はタコ揚げしかやることがないので岡まで。カットしよう。うん、わかりました。それじゃあ帰りましょう。昼の間に切り聞くことができたので最後のタコを依頼します。これを受け取ればエンディングフラグが立つことになります。寝ます。つがついにラストパートですね。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録もよろしくお願いします。